文語は、海上自衛隊の総海母艦。艦名は、文語水道に由来する。浦賀型総海母艦の二番艦。文語は、中期防衛力整備計画に基づく平成7年度計画5600トン型総海母艦464号艦として、三井造船玉の事業所で1996年7月4日に、寄港され、1997年4月24日に、浸水。 同年12月1日に講始。会し、1998年3月23日に収益し、第一総海大軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。1999年8月17日に発生したトルコ北西部地震の被害への援助として、仮設住宅を輸送するため、9月23日に輸送艦を済み、補給艦、時はとともに、 神戸港を出港、エジプトのアレキサンドリアまで、平均速力18キロトンで無気候連続23日間という、海上自衛隊史上初の長距離連続航海を行い、10月19日に、イスタンブールのハイダルパ社港に入港した。キロは11月22日に、クレに入港予定であったが、清水タンクが空になったことにより、トップヘビー状態になり、 入港が1日遅れるという陳事があった。2000年3月13日、総会部隊の再編により、総会大軍が新編され、直轄艦として編入。2001年6月11日から22日までの間、シンガポール周辺海域で実施された第一回にした平洋、総会訓練に総会艦、八重山、総会艇飛島と共に参加した。 2002年4月に実施された第2回西太平洋国際潜水艦救難訓練パシフィックリーチ2002においては小林正雄第一潜水隊軍司令以下が機関として使用した。環境内の多くの士官居住区を参加各国海軍連絡士官や同乗取材陣に提供し、また毎朝ブリーフィングを行い参加艦に伝達するなど居住性と指揮能力を発揮する。 4月22日に出国、5月2日に帰国する。2006年6月5日から17日までの間、マレーシア周辺海域で実施された第3回にしたい平洋、総会訓練に総会館、八条、総会邸、愛島と共に参加した。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、救難活動に参加した。8歳時にはシンガポールで、 実施予定の合同訓練のため沖縄の活連に停泊中で沖縄水中処分隊の水中処分員10名を乗せて緊急執行し横須賀に向かった。3月13日夕方、横須賀に入港し横須賀に集結させていた第一総解隊、第二総解隊、第44総解隊などの所属する水中処分隊の水中処分員。 計130名とゴムボート12隻、非常用量食、毛布などを積み込んで午後9時に横須賀を出港した。現場到着後、物資の輸送や被災者の入浴支援を行い、また文語宿が行方不明者の捜索と遺体回収作業を5月20日まで行った。同年9月8日、バーレーン周辺で開催される、米英海軍との多国間総会訓練の参加のため、 横須賀を出港した。10月15日から10月30日に訓練に参加し、12月1日に横須賀に帰島した。2012年6月29日から8月3日までの間、ハワイ周辺海域で実施された艦隊併用合同、演習に護衛艦、白根、ね、護衛艦、妙、甲と共に参加した。これは海上自衛隊としては、 初となる機雷戦部隊のリンパックへの派遣であった。2013年9月1日、文吾は瀬戸内海を航行中に漁船と衝突した。被害は警備で、怪我人はなく、浸水や油の流出もなかった。2014年10月27日から11月13日までの間、八重山とともに、アラビア半島周辺海域で実施された米国主催。 第3回国際総会訓練に参加。2015年3月27日から3月31日、クレを訪問したシンガポール海軍揚陸艦、レゾリューションのホストシップを務めた。同年8月14日から9月14日までの間、総会艇愛島、獅シ子シ島と共に、シンガポール海軍及びインドネシア海軍主催の第6回西太平洋総会訓練。 シックススは PMCMX2015 に参加。2016年7月1日、総海大軍の改編により軍直轄艦が廃止となり、同日付けで新編された第三総海大に編入。2017年7月26日、道の区湾においてアメリカ海軍の総海艦、パイオニアと共同訓練を実施。平和安全法制に基づく、 米韓防護のための通信手順確認などが目的である。2019年9月15日から約3ヶ月間、総海艇、高島と共に、インド洋方面に派遣され、インド洋地域の各国海軍等との海上訓練を実施する。派遣中、バングラデシュ、インド、マレーシア、モルディブ、フィリピン、ベトナムを訪問し、総海訓練、潜水訓練等を実施する。 全甲板に62口径7 6ト、mm、ル単装速射砲1機を備える。また小型船舶対処用として1 2 7ル m m、MM、2 0機関1数丁を武器庫内に格納しており、必要に応じて重火に装備して用いる。例年、香川県琴平町で行われる総会巡植車異例行事の一環として高松港で鑑定広報を行っている。 2005年に公開された映画男たちの山とマトではマトに着任したばかりの海軍特別燃焼兵たちがタラップから乾板ンンへ上がるシーンに使われている。撮影時には左源のタラップをおろ、ありがとうございます。